サムジャンボー、ジャランジャニーナ、こんにちは、レアパンです。本日はお気に級の合格の秘訣についてお話ししたいと思います。先にその使ったテキストとか勉強時間とか勉強法とかネット試験を受けたんですけど、ネット試験についてお話ししていきたいと思います。はい、まず、使ったテキストなんだ。タンザニアにテキスト忘れてきてしまって、なので、3級の私立と同じなのでこちらです。すっきりわかる日照簿記、これ3級なんですけど、私はこれの、3級をまずやって、でその後にこれの商業簿記と、工業簿記を買ってやりました。であとこれの、問題集版もあるんですよね。あの概要欄に貼っておきます。はい、そちらを、やりました。でその後に、追加購入したものがあって、カバー外しちゃったんですけど、このパックさんの本試験問題集、こちらを購入しました。これがすごい良かったので後ほど話します。で3級はなんかやった方がいいか、いきなり2級をやるべきかみたいなのに私も最初迷ったんですよ。でも結論、3級をやった方がいいと思います。私みたいにもう本当に何も知りませんみたいな人は3級から受けなくてもやった方がいいと思います。あの多分さっぱりわからないので、3級ですら私最初ヒーヒー言ってて意味不明だなって思いながら勉強したので、3級はぜひ勉強した方がスムーズに、時間はちょっとかかると思うんですけど、結果的にはあれかなっていうふうに思います。はい、時系列というと去年の11月なので、赴任についていって開始した頃に、商業簿記から始めました。でこのテキストを2週か3週して、その時にはまだ模試を解かずにそれで1回おしまいにして、で、こう次工業簿記に移動して、それが今年の1月かなで2週ぐらいしてからもう模試に入ったんですよ。3月ぐらいから、3ヶ月ぐらいずっと模試をひたすら解いてました。要は3ヶ月で1日、まあ、1、2時間勉強して、直前はもう5、6時間で詰めるっていうイメージですかね。なので多分トータルすると、そうですね、計算遅いな私、だいたい300時間もっとかな、350ぐらいかな、直前は結構勉強してるので350時間ぐらいかかります。勉強法なんですけど、とにかく私は昔からなんか同じテキストをもう何度も何度も繰り返すタイプで、まあ、本屋さんで下見をして、あこれいいな、私に合いそうだなって思うのを買って、それをひたすら解くっていうタイプで、見えますか、なんかもう、あこれはちょっとあれなんですけど、ひたすらになんか私真っ黒くするのが好きで、もうこういう風な感じでとにかくいっぱい書いてノートをもう無駄にしないみたいな。で例えばなんだろうな、こんな感じなんですけど、なんか最初すごい、これも汚いんですけど、最初私すごいノートが写しが汚くって、でそうするとやっぱり計算がうまくいかないし、なんか急がなきゃって思って、あの計算をすごい早く書くと結局何だったっけってなっちゃって綺麗に後半は本当に桁間違いが最初多くって、考え方と、まあ、論理は合ってるんですけど、その写しが間違えるだけで0点なので、まあ、そのあたり私は気をつけてましたね。はい、ネット試験だったんですね。私は、筆記を受けてないので、筆記の方はあんまり参考にしない方がいいと思うんですけど、ネットは過去問をちょっと難しくしたりぐらいとか、基本的な問題が出たりなので、大変な問題を解いて自信を失うんだったら、もっと過去の問題を解いて過去問のレパートリーを広げた方がいいなって思って、本当幅広くって12回まであるんですけど、134回何回分とか全部書いてくれてて、で解説もまあ分かりやすいので、ある程度解いたらこれを進む。でなんかこうやって印刷して、なんかこういう風にちょっと折れちゃってるけど、なんか解いたりとかして、丸バツ丸バツ、はい、2、3ヶ月前に模試を解いた時は本当何も解けなくて、って受かるのかなって思って、で残りの1ヶ月前ぐらいになると繰り返していくと、まあ、50点台は取れるけど58位とか、まあ、60いかない私はぐらいでした。なのでもう終わったなと思って、これ受からないかもって思ってたんですけど、直前で何度も何度も解いていくとだんだん70点とかギリ合格だみたいな点数まで取れるようになって、で私本番も結構ギリギリだったので、大体模試と本番って同じぐらいの点数だと思うので、はい、
仕分けをやっぱり満点取ることが大事だと思うし、だからやっぱ4と5で私はすごい取りました。一問の仕分けを徹底的にいろんな年を解いて、で、4と5もまあ勉強して、理解してなかったらまた勉強してっていうのを繰り返して、で連結決算が苦手で、一つ、YouTuber さん、吉田敦子さんっていう方なんですけど、概要欄にも貼っておきます。また連結決算の、タイムテーブルの書き方みたいなのがあって、こんな感じできちんとあの時系列で書いてっていうのでちょっと参考にしてみたんですよ。そしたら、まあ、本番はね2点しか上がらなかったんですけど、でもあの模試とかは結構18点とか取れたりして、本番は取れなかったんですけど、プロの、あの動画を見て解き方を一緒に教えてもらうっていうのはすごいありだなって思いました。はい、すごい分かりやすかったです。そして私は目がちょっと弱いので、ブルーライトメガネ、これですね、これ持ってきました。とケース持っていかなければ、かけてれば OK なので、あの終わった後に勝手に採点されるんですよ。なのでもうすごいバクバク、あのもう私終わる前とか残り30秒で出るんですけど、もう終わらないで終わらないでって思いながらコードみたいなのできて、それを印刷するんですね。必ず印刷ボタンを押さないとなんかダメみたいなので印刷をして、郵送とかないみたいです。なんかざっと話してしまったんですけど、その他にも何かのご質問があれば、ぜひインスタや YouTube までのコメント欄までお願いします。いいねと思った方はいいねとチャンネル登録もお待ちしてます。クワヘリー、ファイティング。